はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回やっていくのはこの問題。この図形において左下の長方形の面積を求めようと。この問題めちゃくちゃ面白くて、一見簡単そうに見えるじゃないですか。でもですね、実際解いてみると意外と解けないんですよ。今回はこの面白い図形問題を2通りの方法で解いていくので、ぜひね、最後まで見て図形問題の面白さっていうのを感じ取ってもらえたらいいなと思います。それでは初めに与えられた条件を整理してみましょう。縦の長さが3センチ、横が4センチの長方形の右上の角は取れた。こんな図形があって、その図形が2つの線分によって4つの区画に分かれてるんですよね。で、それぞれの面積は2、3、4で残り1個を求めてくださいと。まあ、この条件を見て、まず思ってほしいのが、この3平方センチメートル、かなり条件として使いづらいですよね。っていうのも、この角の落とし方がかなり適当なので、まあ、一旦3平方センチメートル、うまく使いづらい。だから、無視しようって思ってほしいんですよ。つまり、まず考えてほしいのが、条件として扱いやすい2平方センチメートルと4平方センチメートル。この2つを見てあげてくださいっていう話ですね。次に考えたいポイントが、この図形がこのね、2つの線分によってどのように分けられてるかってことですよね。まあ、具体的には、縦の3センチが、何センチ何センチで分かれてて、横の4センチが何センチ何センチで分割されてるかっていうことですよ。まあ、これを見ていきたいんですけど、この長さ求めるの結構至難の技なんですね。どういうふうに求めていったらいいのかなと。まあ、これ図形的に求められたら一番なんですけど、図形的に求めるのがかなり難しい。まあ、図形的に求める方法っていうのは、最後ね、2つ目の方法で紹介していきます。まあ、今回は、この長さ、どうやって求めたらいいのか分かんないなって思ったら、オーソドックスな解き方、基本的に何をすればいいかというと、文字で置くですよね。すなわちこの縦の長さを AB、 横の長さを XY というふうに置いてみましょう。すると4つのね、式が立てられるんですね。まず長方形の面積の条件から AX っていうのが2で、BY っていうのが4ですね、面積で。あとは長さの条件から A 足す B、 縦の長さが3センチとで、横の長さ X プラス Y っていうのが4センチになるよと。この4つの条件が立てられるんですね。で、今求めたいのがこのね、面積 BX ですね。これを求めてくださいっていう話なんですけど、まあ、この方程式解きたくないですよね。まあ、これ一応解けるので軽くね、話すんですけど、まあ、解きたくないよっていう方は飛ばしてもらって大丈夫です。まず連立方程式の基本っていうのは文字消去ということで、まあ、この A たす B イコール3っていうのを使って A と B を消していきたいなと思ったら、まあ、ここに A と B があるので、この式を Y 倍する、 AXY イコール 2Y で、下の式を X 倍すると BXY イコール 4X っていう風になって、まあ、これ足してあげることによって、A たす BXY っていうのが出てきますよね。XY 共通だから。で、A たす B が3なわけだから、左辺が 3XY になって、まあ、右辺はそのまま 4X プラス 2Y。まあ、これによって A と B の消去ができたと。あとは残りの式。この2つの式を使って X と Y を求めてあげてくださいねと。まあ、具体的には Y イコール 4-X。みたいな形に変形して代入してあげればいいね。そしたら Y が消えて X だけの式になるから、まあ当然解けますよっていう話。まあこんな感じで一応連立方程式解けるんですけど、今回の問題の場合はこんなの解かなくても大丈夫です。着目してほしいポイントは、この問題の特殊性。何か変わったところないかなっていうふうにぜひ思ってほしいんですね。すると、まあこの左上と右上、面積足してあげると6平方センチメートル。すなわち、長方形全体12平方センチメートルなわけだから、ちょうど半分なんですよね。このことから何がわかるかというと、左上と右上の長方形、そして右上、まあ、このね、耳の部分を補ったもの、右上の長方形と左下の長方形の和っていうのが等しくなるんですよ。これをうまく使ってあげると、このような式が立ちますよね。AX プラス BY、すなわち左上と右下の和、イコール AY プラス BX、すなわち右上足す左下の和。このね、式を見てあげると、移項したら因数分解できるんですよ。
まあ、AY を移行すると A でくくれて A かっこ X-Y と、BX 移行すると B でこちらにくくれて -B かっこ X-Y イコール0と。まあ、よって X-Y でくくると A-Y が出てきて、こういうふうに因数分解ができる。すなわち A イコール B または X イコール Y と。こういった関係式を作ることができるんですね。この結果が何を表しているかというと、縦の辺または横の辺が二等分されているよっていう話なわけですよ。じゃあどっちが二等分されているのっていう話なんですけど、その時に先ほど無視した3平方センチメートルが出てくるんですね。今仮にこの横の部分の長さが等しいとしましょう。するとどうなるかというと、ここの面積は2平方センチメートルなわけだから、当然この右上の青のね、長方形も2平方センチメートルになりますよね。だって横の長さが等しくて縦の長さも等しいから。でもこの長方形の中にある図形が3平方センチメートルなわけだから、まあありえないですよね。ということで横の長さが2等分されていることはない。一方で縦の長さが2等分されている場合っていうのは、まあこのね、長方形と右上の長方形の面積が等しいので、右上の長方形の面積は4平方センチメートルということで、切り落とされた耳の部分は1平方センチメートルで、まあ矛盾は生じない。よって答えは左下のね、長方形は当然左上のね、長方形の面積と等しいので2平方センチメートルというふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。まあこのね、図形問題の一つ目の解法のポイントっていうのが、まあよくわからないわけだから文字で置いてしまえ。で、まあこういうふうに連立方程式を立てることでね、立てて解いてあげることはできるんですけど、まあこれはあまり解きたくない。ということで、特殊性に注目してあげて、まあ、スマートにね、解いていくと。まあこれが一つ目の解法のポイントでした。ただですね、この問題、実は文字で置かなくても解けるんですね。まあこれを図形的にね、解くっていうのはかなり難しいんですけど、発想としては、今、左上と右下の面積と、まあ、左下と右上のこの長方形の面積の和っていうのは等しいわけじゃないですか。そっから出発してあげて、この面積の和っていうのが、まあ、離れてるんですね。長方形と長方形が離れてる。ということで、その長方形をくっつけてあげようっていうところから、まあ、次の発想が生まれるんですね。今、この左側にある長方形をこの線に対して、まあ、折り返してあげましょう。すると、左側のね、長方形はここに移るわけなんだけど、左上の長方形、足す右下の長方形っていうのは、結局、この黄色で囲った部分の面積になりますよね。だって、こことここが等しいわけだから、まあ、ここになると。同様に、右上と左下の面積の和っていうのは、今囲った、この緑色の図形の面積に等しくなりますよね。ここの左下とここの部分が等しいから。すると、黄色と緑の面積が等しいわけで、共通しているここの部分を取り除いてあげた、この赤の斜線と、まあ、この斜線、二つの面積が等しくなりますよね。同じ面積のところから、まあ、共通した図形を取り除いてあげたら、残りの部分の面積は当然等しくなる。ということは、この二つが等しい。で、横の長さが等しいわけだから、縦の長さが等しいよね、と。こんな感じでね、中点であることを導くことができるんですよ。まあ、実はね、ここの部分が中点である場合だけじゃなくて、ここの長さが違ったとしても、この横の長さが0センチである場合、ね、潰れてる場合っていうのは、まあ、結果としてね、この面積っていうのは、まあ、どちらも0平方センチメートルで等しくなるので、まあ、この場合も考えなきゃいけない。この0センチの場合っていうのがどういう場合かというと、これは長方形の横の長さがこの線分によって二等分されている場合ですよね。まあ、あとはその2パターンを、まあ、先ほどと全く同じように、まあ、3平方センチメートルっていうのがあり得るかどうか、矛盾しないかどうかっていうことの観点から、まあ、片方を除外してあげて、答え2平方センチメートルっていうのを出すことができるわけです。よろしいですかね。まあこのね、2つ目の方法っていうのは、2つの長方形の面積の和っていうのが離れてるから、それを折り返してあげて、つなげてあげようっていう発想から生まれるものでした。まあ、ただこれをね、思いつくのは結構難しいと思います。
ということで今回一見簡単そうなのになかなか解けない図形問題を解説してきたんですけど、まあ、今後もねこういった面白い問題たくさん取り扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ったしよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。